札幌市厚別区のサンピアザ水族館にゴマフアザラシの子供が新たに仲間入りしました愛くるしい眼差しで見つめるのは先月、輪っか内のノシャップ関流水族館から引っ越してきたゴマフアザラシの西郷くんですその可愛さに思わずカメラマンもこんにちは、どうですか今こっちどうですか今こっちどうですか 今年3月に生まれた西郷くんは担当する飼育員の出身地鹿児島県にちなんで名付けられました体長およそ1メートル体重は30キロほどと順調に成長し体のごま模様もはっきりしてきました西郷くんは先輩アザラシのすずちゃんと一緒に訪れた人たちを楽しませています